帰りてえ。おお。おお。おお。どうも皆様、栗です。大和です。はい。はい。ね、というわけで、はい、早く引いて帰りたい。始まりまして。三回目ですか？三回目です。はい、前回初めて。クリアしましたね。まあ特番を合わせると、まあ実は4回目、3回目だ。前回で3回目出した、はい、だから、まあ、初めての成功が前回、はい、ジャグラーで初期いただいて、奇跡の、はい、奇跡の映像ですからね。あれはいや、あれはチェリーを弾いて、そう、見てたら見てたらチェリー弾いてないやつがペカるっていうね。あれは奇跡の動画ですよ、うん、そうですね。まだ見てない人は本当バックナンバーあさってでも見ていただければと。そうですね、ぜひもう、はい、本当にやってほしいなと思いますけど、はい、で今回何やるかと、はい、言いますと、ね、まあもうここに立ってるから俺はもう分かってますよ、ね、皆さんも後ろの、ねね、台を見れば簡単なことですよね。あ、時が来たんだなっていうね。ですよね、うんうん、そうですね、はい、今回は、はい、ハーです、うん、打っていただきたいと思います。リベンジですか、まあ、いつかはやるとは言ってたのは聞いてたんですけど、うん、まあ、早い段階、まあ、成功したからでしょうね。まあノリに乗ってますから、やれよとお前ら、やれちゃうんじゃないのと。弾くのは、はい、弾くのは前回と言いますか、まあ最初のこの企画と同じで確定三役をお二人に弾いてもらおうかなと。おっと揃え、紫七揃え、冥王揃え。そうですね、はい、無理です。いやいやいや、無理でしょ。無理だよそんなもん。いや早い。一人でだってこの間二人で夜中打って一人で昼間打って弾いたのゴッド一回でしょ、はい、でそれが普通なのよ。でも逆に言えばもういい加減三つでも弾けてもいいんじゃないですか。なんでそんないつもプラス思考なれんの。ね、いやいやいや、だって弾かないとまた辛いじゃないですか。いや弾かないと辛いけど。ああ、いやまあ弾くしかないけどね。もちろん。そうしかもなんか今日ちょっと聞いた話だと、うん、あのお店さんのね、うん、あの状況というか、はい、まああれで、はい、4時までしか打てな いな。そうですね。深夜。いつもよりはちょっと短い。いつもより2時間ぐらい短い。ね、前回6時まで打ってたんで、うん、だからもう早く回して。サクッと引いて、サクッと引いて、うん、お金もらって、はい、ガールズバー行って帰る。はい、どうなの最近？最近っす。いやこれ一応この番組は山本さんのガールズバー状況を追ってくっていう。追ってく。僕のサブテーマがあるんですよ。そんなテーマないっすか。落ちたんですか向こうは。落ちてない。いやいやいい感じ。それ毎回言うじゃん。いい感じって。はい、なんかいい感じだと思う決定的な言葉とかあったの向こうから言われた。いい人だと思ってる。ヤマトさんいい人だと思うな。いい、でいい感じだと思ってた。そうそうそう、バカっすわ。じゃあ次なんかもっと、うん、来月次回までには、はい、かっこいいねとか言われてほしいですね。あ、いいの上にさらになんか、そうなんかもっといいの言われたの、そういうのですね。それ聞きたい。なるほど、分かりました、うん、分かりました。じゃあそういうの用意してきます。そういうのお願いします、はいはい、じゃあとりあえず早速、はい、やりましょう。もう時間ないんで行きましょう。引きます。早く引いて帰りたい。そんなんでしたっけ。やってみました。じゃあ山本さん行きましょうか。はい、やってやりましょう。打ちます。とりあえずあれじゃないですか、前回夜の時点で何も弾けなかったじゃないですか。はいはいはい。今回の目標は2個弾こう。2個。3個弾けるのが一番いいけど、最低でも2個弾きたい。なるほど。弾ける気しねえ。早いっす早いっす。なんかいろいろ思い出すわ。弾ける気しねえよ。あとやっぱ最近ヤマトさんにおんぶに抱っこだから、ちょっと俺も自分で頑張んないと。ああ、振り役しかやってないから俺。気づいちゃいました。前回のチェリーとか。そうなんです。ほんとそう。サラバンの時も出玉は出したけど、はあ、最初だから振りなんですよ全部。いい。そうなんですよ。おお、来た。初青ボタン。じゃあ初なんで、はい、お願いします。わー、ここで激アツとか降臨とか来たらさ、それはもう、ね、もうしかももうね、もう面白かった。